水祭りは、カンボジアの首都プノンペンとシェムリアップで毎年、行われる、浮き明けを祝う祭りである。浮きから寒気に変わる11月の満月の前後3日間にわたって豊かな大河の恵みに、感謝する。当日は、野外ライブが行われたり、川に浮かべられた電飾船で、古典を音楽が奏でられたりするほか、花火が打ち上げられるなど、大きな熱気に包まれる。 祭りを盛り上げる王宮前のトンレ・サップ側におけるボートレースはカンボジア伝統の広報で作られた細長い船を使い多数が乗り込んで海を漕ぎ1 7キロメートルの直線コースで速さを競う船は地域コミュニティの中心である仏教寺院が保管している現在の形になったのはシソワット時代の1914年から起源は12世紀に チャンパ王国の侵攻を防いだ、ジャヤーバルマン7世とクメール王朝の繁栄を称えるための儀式とする説や、16世紀のカンボジア王国時代に水軍の勢力孤児のために行われたボートレースをとする説などがある。2010年11月22日の夜、水祭りで起こった、将棋倒し事故の地図2010年11月22日の夜、水祭りの最終日。 フノンペン市内のダイヤモンド島と本土を結ぶ橋の上に置いて観客が折り重なる群衆事故が発生。347人が死亡した。噴泉ンン首相はポルポト以来最悪の事態だと語った。ありがとうございます。